やり込みとはただひたすらに鍛錬の道、己を信じ邁進する修練の獣道。やっ、やり込みバカ一代。今月の演目は本年度やり込みキングを決めるやり込みグランプリ2006より一本だ。今月のやり込みグランプリは絶対絶命都市2、いてついた記憶たち、絶対絶命制約プレイ。絶対絶命都市2、四方を海と山に囲まれた都市が舞台となる本作は、未曾有の大水害に見舞われた富坂市から脱出するサバイバルアクションゲームだ。今回投稿者が挑戦するのは制約プレイ。その内容とは、ゲーム難易度はハードを選択、装備品を破損させない、キャラクターの体調を表す TP を回復するアイテムの使用禁止、アイテム収集要素である宝石アイテムを全て集める、全てのシナリオをベストエンディングであるタイプ A でクリア、そしてセーブは各シナリオの終了時のみ。これら制約の下で投稿者は最速クリアを目指す。序盤、篠原編。迷うことなく移動しイベントを発生させる。イベントで起こるムービーは強制ムービー以外スキップ。よし、全員サブキャラクターと合流した後、温まりポイントを利用、この先で遭遇する水害に備える。ここでは足場が安定しないまま先へ進まなければならない。水に流されると即ゲームオーバーとなる油断のできない場面だが、投稿者は障害物などを利用してうまく進んでいく。実は他にもまだ制約が課されていた。その制約とは、ノーダメージクリア。これが8つ目の制約だ。このゲームでは水害や地震などの衝撃を踏ん張るや掴むで回避する。回避せずに移動すると転倒してダメージを受けてしまうのだ。水害で TP が大幅に減少、主人公の体調は移動速度にも影響を及ぼす。ここで TP を回復できる温まりポイントを利用。しかし投稿者はここにも制約を課していた。温まりポイント使用20回までに制限。水害エリアを通過するとTP を回復しなくてはならない状態になることが多い。 TP の減少に十分気をつけなければならず、計画的な行動が求められる。通常では踏ん張りを使い揺れや衝撃から回避する場面でも見事なコントロールで通過する。投稿者はその後も巧みな操作でさまざまな難所を切り抜けていく。この列車の屋根を移動する場面ではダッシュを小刻みに使って移動する。通常ダッシュで一定数の衝撃を加えてしまうと列車が崩れ落ちてゲームオーバーになるなど、別のシナリオにも影響を及ぼしてしまうのだ。続いて佐伯編。
殺人容疑で留置所に入れられてしまった主人公。まずはここから脱出するのだが、脱出方法は2パターン存在。投稿者は父兄になりすまして脱出。別のパターンで脱出すると他のシナリオに影響しタイムロスが生じてしまう。第5話の主人公早見を発見する場面。ここで早見を助ける選択をすることで第5話のスタート位置が変化する。投稿者は他のシナリオへの影響も完全に把握して行動。タクシードライバー柘植編。まずスタート位置近くに落ちているウエストポーチを拾う。これでアイテムの所持可能重量がアップする。そして投稿者はここにも制約を課していた。それはリサイクルボックスと回収おじさんの使用禁止。アイテム所持数が限られることで何を入手するかが重要になってくる。イベントの進行で必要なアイテムは所持しなければならないので、少しでもウェイトをアップさせておく。これで制約の数は全部で10となった。タクシーを運転するパートは見事なハンドルさばきで走行。視点変更を駆使して止まることなく進む。その後も難なくクリア。短めのシナリオとなる西崎編。的確にイベントをこなし最短最速でクリア。続く早見編もタイムロスすることなくクリア。ついに最終話。最終ステージはとにかくこのビルの最上階を目指して進むのみ。地震の衝撃、暴風による影響はこれまで以上に厳しい。危うくダメージを受けそうになるも踏ん張りで回避。衝撃や落ちてくるものなど全て見切っているように見えた投稿者だったが、なんと痛恨のミス。慎重になりすぎたのか地震に巻き込まれてしまった。幸いにも最終話はこのビルがスタート地点なのですぐにリスタート。再び最上階目指して駆け上がる。エンディングへ向けてラストスパート。そして見事オールクリア。制約プレイの結果はというと、制約通り回復アイテム不使用のノーダメージ。温まりポイントの使用回数は19回。宝石アイテム5つ全て入手。全シナリオタイプ A クリア達成。
10もの制約の中、投稿者が叩き出したトータルプレイ時間は2時間17分31秒。驚愕のプレイタイム。ゲームを熟知した者のみが成し得たやり込みの中のやり込みだ。やり込みは一日にしてならず、恐れずやり込め。君の挑戦を待つ。